牛来た。あ、来た。来た来た。まあまあだ。いい気する。いい方だ。はい。入れがかり状態です。はい。これも手がかりです。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。伊藤さん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、岐阜県の付地川に来ました。伊藤さんのほぼホームグラウンドですね。そうですね。ご自宅はすぐ近くですが、はい、ここで、はい、伊藤さんの妙技を見せてもらうっていうのと、はい、もう一つは、最近ね、もう年取ってくると伊藤さんもついに67歳。はい、そうです。私も72歳ですが、はい、もうこういう年齢になると辞めちゃう人いるんですよね。そうですよね、はい、ぜひね、続けてもらいたいんです、はい、そういうところのいろんなアドバイスを伊藤さんからいただこうと思います。よろしくどうぞ、はい、お願いします。伊藤さんの僕の知ってる経歴を簡単に皆さんにお話をしたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、もうね、伊藤さんは日本で初めて、ジャパンカップ、マスターズ、オーナーカップ、まあまあその他もろもろある、ジムニーカップがなきゃ、ジムニーカップ、まあこれを言わなきゃいけないんだけど、そういう大会の全部、ほぼ全部の大会の表彰台に乗ったって日本で初めての人で、さらにスキーの競技選手を未だに、そう、現役のレーサーです。未だにレーサーをやってるんですよね、はいはい、今年度の岐阜県の55歳以上で3番に入ってます、うん、はい、すごいですよね、はい、もうこの年で現役でそれだけの脚力を持ってるっていう人は、はい、そうそういないですよね。そうですね、だから一緒に鮎釣りやる人も減ってますよね。そうですね、減ってますね、うん、でやっぱり若い人もそうそう多くは入ってこないですね、うんうん、昔みたいに、はい、だから、ぜひその年配の人たちに、はい、やめずに、そう、これ以上減らさないように、今日はね、いろいろアドバイスをしていきたいと思います、ね、やっぱりね、まあ、本当死ぬまで鮎釣りやってほしいなと思って、はい、そうそうそう、そうなんですよ。伊藤さんからちょっと今日はね、はい、釣り方だとか、はい、道具だとか、はい、それから立つ位置だとか、はい、いろんなことをアドバイスいただいて、はい、年配の人たちにまだこれからね、鮎、はい、釣りを続けていただきたいと。そうそうそう、今日はね、いろいろそれで考えてきましたので、ありがとうございます。よろしくどうぞお願いします、はい、よろしくお願いします。まあ僕の場合もこういう消火栓釣るときはやはり投げるじゃないですか、うんうん、投げるのに あんまり長いと投げにくいから、うん、もう鼻缶がちょうど手尻、鼻缶手尻、はい、うん、まだ鼻缶ついてませんよ、はい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 、こんな感じですね。ちょっと小さいです。シニアには小さいと参考になるか分かんないですけど、でも6ミリあるんですよ。6ミリです、うん、6ミリあればね、はい、6ミリで、酒場には川打ちです、うん、はい、でフックはフックタイプですね。穴開きじゃない、缶付きじゃないですね、はい、こんな感じです。とりあえず今シーズンここね、初めて、毎年来ますよ、来ますけど、うん、まあ鮎の大きさ分かんないもんですから、エアースピードの鮎、多分小ぶりだと思いますので、うん、65。エアースピードっていうのは、はい、ちょっと線形が細い、細いです、ね、はい、でスピードだからちょっと早掛けタイプ、はい、そうですね、うん、でストレートになってます。あ、先がね、はい、針先がね、針先がね、はい、これですね、こうもう表示出てますね、エアースピードの65、4本いかりを使っていきたいと思います、これから使うのは 8.5 ですから、 8.5 なのにあまり岸から釣ってもね、後で出ていかなきゃいけないから、ある程度短い時はある程度のところまで出て行ってから出すということがね、はい、特にシニアの方出る最中にこけたりするから危険ですからそれもちょっとこう感覚を見てですね。それと水深、水深は、透明度のいいところはすごく浅く見えるんですけど、実際は深いです、はい、それも注意しながら目印をセッティングしてください。で、僕の目印見てください。これだいたい1メーター50ぐらい、はい、のところにあります。それはどういう基準ですか。基準 だから今のところね、うん、何メーター、どのぐらいに見えます水深。
いや今その辺だったら1メーターぐらいです。そう、だいたい1メーターなんですよ、うん、1メータープラス30センチから50センチ僕、うん、上にします。それと撮影だからね、ちょっとなるべく目印入れたくないから、うん、ちょっと高めの方が、はい、見やすいかなと思いました、うん、で普段ねこんなに目印大きくしませんからね。撮影用にね。でね、これダイワのね細なんですよ、細いタイプで軽量タイプなんですよ。だから見てください、これふんわりしてるでしょ。これなかなかいいですよ、うん、太さもまあまあ太いしね、これ軽いからあまり影響を与えないと思います。はい、こうね、ここヒレをこう人差し指とね中指にこう挟む、必ずで目をキュッキュッてやる方いるけど、それはやめてください。これで十分止まりますから。で僕の場合こうね引くタイプじゃなしに向こうへ押す、押して鼻かんで、鼻ってのは多分まっすぐだと思いますから、こうやらないでください、クッと押してください。まっすぐこう鼻こちらからね、こうスッと押せば出ますから、こうやらないでください。で普通の打ち方は、普通打ちはこうなんですけど、僕皮打ちですから鮎をこっち向けます。向けて頭の上向かって針を差し込みます。でここで出します、こういうのです。はい、でそんなに出してません、はい、1センチぐらいですね、なるべく短め。まだどんな状況か分かんないのであまり出しません。はい、伊藤さん、普通の打ち方と皮打ちの効果はどうなんですか。はい、おとりが弱りにくいような気がします。うん、そうですね、はい、傷はちっちゃいですね。そうそう、うん、だからここがかかって切れると、切れてそのまま交換できればいいんですけど、鮎をねおとり缶に入れてまたローテーションで繰り返しね、うんうん、弱った時は出しますから、そういう時もやっぱり皮打ちで皮膚が切れただけと、うん、それからあそこ多分ヒレのところに神経もありますから、それで切れるのでは、うん、やはりダメージが大きいので、うん、次使った時もおとりがね、うん、元気だと思います。はい、やっぱりこう中に入れた時が結構根がかりしやすいので、いきなり緩めてしまわないように注意してください。で、ちょうど目印の下に黄色い石があります。はい、その石裏に今入ってます。ですからここで竿を立てても鮎は下りません。はい。こうやって石裏に入ったなと思ったら、こうちょっと竿を立てた方が鮎のトラブルですね。エビ。伊藤さん。はい。案外ね、はい、今この状態で、はい、おとりがどこに入ってるかっていうのを分かんない人いっぱいいるんですよね。はい、います。うん、今この状態だとどこの石にどうですか。目印の真下に、黄色い石がありますよね、はいはいはい、そのちょうど裏にいますね。おですからそういうポイントに入った時は逆にこう竿を立ててあげた方がいいと思います、うん、で僕ね、中部の河川っていうのは大小中に分けて、うん、石を、うん、判断してます。ああ、はい。で今ここは中、いやこれ大もありますし中もありますけど、うん、今入れてるのは中の石です。うん、はい。で中の石のところでこうすると糸ずれしますよね。うん、糸ずれしたり逆にエビになったりします、うん。はい。ですからもう安定して止まってるっていう確認があれば、うん、こう確認をどうするかっていうと、まあ、うん、こうね、立てた時に下っていかなければその下で、はい、うん、石裏で、うん、泳いでます、はい、で石裏に入った時は上流に向いてるとは限りません、うん、ぐるぐる回ってもしてます、ね、はい、下流にも向いてます、うん、結局川水面は下流へ、ね、うんうん、流れてますが、水中の中ってのは回り回ってますから、うん、はい、やはりそれとおとりの元気度なんですよ、かかるかからないは、うん、そうですね、はい、いくら天然に変わってもおとりが弱るとかかりが悪くなります、うん、ちょうど今はね、で自分のおとりもこうね今動いてるじゃないですか、よく、うんうん、やはり動いてた方がかかる確率は高いです、そうですね、はい、でまあ一応白川以外に水温高いんですが、この助地川とか混ぜ川
午前中は水温ものすごく低いんですよ。ですからそんなに朝一から石についてるってことはないから、結構こういうところにね群がってる場合が多いです。ああ、そうです。はい。でこういうところっていうのはその、あ、ごめんなさい、今入ってるね、ちょっと白っぽいよどみですね、はい、よれのようなところにいますから、こういうところでとにかく1匹を、はい、取った方が、さっきもちょっとね反応ありましたから、一応アユがいるという前提で今ここに入れてるんですが、今ね意外に深いところなんですが、やはりこう早く釣る方法ですよね。僕棚棚って言うんですけど、深ければ深いほど野アユのいる位置っていうのはね、もう例えばまあそんなには変化しませんけど、1メーターの差があるじゃないですか。だから浅めを釣るってことも大事ですよね、大池のない時は、はい、浅いところ、はい。だからもうここね、今日の場合シチュエーションいいからここに入ったんですが、できればポイント全体的に浅いところの多いところの方がこういうね浅い位置釣りやすいと思います。あれ糸に引っかかったんですよ。これなんかそばにいるなっていう感じがあるじゃないですか。ありますあります。その時はなんか操作するんですか。いや、あまり無理なことしないです。まあ自然体で待つ、それでもかかんない時はやっぱり針変えます。とりあえず1匹目取らなきゃいけないので、無理なことしてもしょうがないから、とりあえず群れの中に多分ね多少の群れがあると思うんですよ。結構動いてますから、動いてるってことはアユね、野アユいるし、手元に当たりが感じられますから、まあここでとにかく我慢ですよね。で今4本イカリでちょっとね戻します。4本イカリでちょっと短めだから、今ね加えてるのは3本イカリなんですよ。はい、これにして若干ちょっとハリハリスを長めにセッティングします。今ね、今ちょうど1センチぐらいですよ、ね、これを2センチとかそういう長さに変えます。でなぜ3本イカリにするかっていうと、4本のが1本あるだけで重いんですよ、はい。でこれ6班で5数ちょっと上なんですが、この4本よりもエアスピードの6号の4本よりも若干軽いぐらいです、はい。でやっぱこの入れた瞬間にやはりエビになったり根がかりすることが多いから、やはり入れた瞬間はとにかく緩めない、集中するってことです、でこうアユが尻尾振ってるなってことを確認したら、ね、だいたいこう目印の動きを見て上下左右の動きがしてれば、自分のおとりアユは中で泳いでるってことですから、はい、この背の中でもそういうのを確認したら、順番にちょっと竿を立ててあげて、これでかかってくれればどうしたなんですけどね。そうやってね、いろいろこうただ漠然と入れてるだけじゃなしに、針をね何種類か、まあ3種類ぐらいでいいですわ、3本イカリと4本イカリ、それから早掛けタイプ、そうじゃないね泳がせタイプぐらいを持っていて、こう交換しながらこうやっていくっていうのも楽しさの一つじゃないかなってことを思いますけどね、はい。おお、ようやく来た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 、今度は来ましたね。やっぱり自分のおとりアユもやっぱり泳いでないと、背の中でもね、こうです、引き抜き、はい、こう持って自分の目の前まで来るまでにこう離さない、ね、はい。だから2メーターぐらい来るまで我慢して、まあアユ小さいですけどね、ほんと細かいですわ。だからな、長めにセッティングしたのはね、これ追いのいい群れ合いなんですよ、はい。でもこれも使ってきますよ、これも。でこの時にこのアユに今合わせてありますから、このハリハリスの長さが、だから必ずこれをまた短くしないとダメ、魚がね、ちっちゃいから、はい、ちっちゃいから。でも最近ほらね、インターバル抜きって片手でね、こう球を出すの遅くするじゃないですか。いや、そんなことやめた方がいいです。シニアはシニアはちゃんと持って竿を持って、そう、構える、それが一つだね、そう。無理しない。だからまあここでかかったアユっていうのは結構沖へ行きますよね、こうやってスムーズに、はい。でさっきいっぱい当たりがありましたから、ここへとりあえずあそこへ出さないで、
ここでやってる。でもね、この時期、このシーズン始めってのはそこにいないですからね。結構ぐる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 回って移動してますから、あの今の差をだいたいね、メタルね、複合メタル使ってれば手元にね、うん、何らかの感度があるんですよ、あの、そうそう、針に触らないでも糸に触っても手元にコンコンとくるから、そういうのをこう判断しながら、あまり何にもね、あの手元にコンコンという当たりがないのにそこで粘るよりは、そういうところを若干こう、あの動かしながらね、はい、あ、ちょっとでも反応のあるところに、はい、置くと、おとりを、そう置く、はい、ひたすら我慢、とりあえず朝午前中は、はい、やっぱちょっと流れのあるとこですかね。よいしょ。あ、今度ね、結構いい鮎ですね。ちょっと黄色いですね。これはちょっといいですね。そうそう、いい。今流れのあるとこ入れたんですよ。はい、黄色い鮎ね、これ。背がかりでバッチリ。針のサイズにちょっと上げたんですよ。6針に。エアスピードもさっき6だったでしょ。6針に上げたんですよ。はい。お、来た。今度は来た。まあまあだ。来た。はい、サイズアップ。はい、結構流れの強いところ、大きい石の横で、はい、来ました。これも黄色いですよね。これも背が上がり、はい、まあかなり今ね、 20m、30m ぐらい順番にね下ってきたんですが、順番に今ポイントを見ながら釣ってます。はい、活性が上がるとこういうポイントが狙いなんですよ。結構こういうところ、どういうところもあるじゃないですか、これいっぱいあるじゃないですか、こういうところ活性上がってくると、こういうところ入れて、その落ちたところ、そうそう、こういう状態でするとバーンくるんですよ。はい、まだねやっぱり活性低いです。先週僕が下見した時も、こういうところで この状態でポン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 来てますから、はい、だって石、あの一番流れ緩いってことはないけど、強いところもあるし、石もあるし、あの休むところもあるから、こういうところ結構あのポイントにしてるんですよ。あの活性の高いね、縄張り意識のある鮎は、流れの強いところの横のこういう淀みは結構付き合いが多いですよ。はい、あ、来た、来た、はい、おお、だんだん大きくなりますよ。まあぼちぼちと、ちょっとずつ大きくなる、ちょっとずつ、はい、認識する、いい方だ。結構いい鮎ですよ、これ、これいい当たりですよね。はい、入れがかり状態です。わあ、すごい遠いとこでかやかりましたね。よいしょ。いい引きする、いい方だ。バッチリ、一番大きいですね。はい、17センチぐらい、いい合いです。今ね、ちょうどあの石ポコンと出てるちょうど上ですね。ちょうど石の、はい、もうあのおとりがね元気よければ石の上でもこう移動するから、もうバンバンああいうこう変化のあるとこ、あの入れてった方が、入れてくっていうか、そっちに泳いでくんですよね。はい、
よし、来た。今こうそんな追い気が強くないんですが、こう交わってきた感じで、はい、かかったと思います。だから口かかりだったんです。はい、絡んでた。よいしょ。50センチ短くすることによってスペシャルと同じモーメント、はい、感覚で釣りができるという、うん、ね、で50センチ9メーターと 8.5 メーターの超過の差っていうのはほとんどないんですよ、うん、僕がこう釣りを比べた時ね、うん、それは操作性が良くなるものですから、うん、それはそうだね、距離的には50センチ短いんですけど、その分操作性が良くなるから、うん、やはり 8.5 でも十分なんです、うん、はい、あ、やはり石がやっぱりあの点在してるじゃないですか、もういろんなところに。だけどこういうとこっていうのは石裏がいっぱいあるから釣りにくいんですよ。だからこういうところはやはり一般の方はね、はい、意外に長く釣りはしないんですよ。だから竿抜け、はい、やはり僕一番ね選ぶところはあの意外に釣りにくいところ、一般の人が、はい、それとやはり石が点在してるから突き鮎が多いですよね。おお、来た、いい当たりですよね、うん、だからこういうあの突き鮎でパワーのある鮎だから今の目印もねすごい当たりしましたよね。おお、かかった。入れがかり状態です。はい、これも背がかりです。いい合いですよ。はい、バッチリです。はい、あ結構いい合いですよ、これ。これお疲れ様でした。お疲れ様でした。朝からありがとうございました。ありがとうございました。はい、シニアさんのための、はい、釣り教室ということで、ね、ちょうどね足が釣りそうでやめたと、ね、ね、ちょうどシニアの、はい、皆さんのちょうどと同じような感覚ですね。はい、はい、そうですね。というかまあシニアなんですけど、はい、お互いにどうですか伊藤さん、今日のつけ違いは。つけ違いはですね、解禁から10日間経ってますので、古参と海参混じって放流されてたのが、うん、だいたい古参がね釣り切られて、うん、入ったすぐはね、わっ古参だと思っちゃったら、うん、ピタッと止まったんですよね、うん、入れがかりましたね。ね、鈴さんもこう入れがかってるの同時に入れ、ね、で止まったのも同時ですよね。そうだから海参はやはり結構並々がありますので、うん、やはりかかるのが止まった時はやっぱりあまり無理しないでこうちょっとよどんでるようなところで、うん、休憩しながら時間を見ながら、うん、かかり始めたらまた強引に釣り始めるというようなパターンでやっていけば今年の、付け違いは攻略できるとは思います。そこでね、はい、なんか追いが悪くなってきたからこっちかあっちかって引きまくっちゃダメなんですね。ダメなんです。僕もね、うん、ダメだって言いながら結構僕も引いてましたけどね。今日はまだね小さかったんですけど、これで9月10月になってくるとここもう25センチオーバーになってきますから、もう抜群に気持ちいいですよ。で今日はあの遠いところ来ていただいてありがとうございました。いえいえ、はい、じゃ あ, あのまた次回、はい、あの次回また2年後、はい、やりましょうか。やりましょう、はい、どうも本当にありがとうございました。はい、どうもよろしくお願いします。